どうもこんにちは、ムッチーです。水彩画メイキング動画シリーズ第101回目をお送りいたします。前回100回目を、無事終えることができまして、いよいよ新シリーズ突入ですね。101回目ということで、始めていきたいと思います。今回はこの写真を見て描いていきます。これは去年の秋に岐阜県の郡上八幡というところに、旅行に行った時の写真なんですけどね。バス旅行で行ったもんですからね、すごく時間的な制約がありまして、ちょっとゆっくりできなくてね、急いで写真だけ撮って帰ってきたみたいな感じなんですけどね。実はこの川がね、すごく綺麗で、たくさんね、大きな鯉が泳いでいるんですよね。本当にもう、たくさんいて、そしてすごく人懐っこくてですね。なんかネットで調べると、手渡しで餌を食べてくれるという感じでですね。すごく慣れている感じで。うん、水もすごく綺麗でね。本当に素敵なところなんですよね。もっとゆっくりしたかったんですけどね。この場所の名前は、伊川の小道ってというものですけどね。なんかひらがなで書くみたいですけど。はい。逆光がすごく美しいですね。そしてこの映り込み、キラキラした感じですね。この美しさをなんとか頑張って表現してみたいと思います。ではどうぞご覧ください。今回この状態にまで下塗りをしたんですけども、その過程を録画したものをですね、ちょっと機材の操作ミスによって、消してしまいました。はい。ちょっともったいないんですけども。まあ、なのでですね、仕方がないので、ここから先を、ご覧いただくこととします。ので、ちょっとご了承ください。ここまではいつものように、ウェットインウェットで軽く下塗りをしたという状態ですね。で、今から、ここから具体的に、部分部分表現していきますので、そこからご覧ください。はい、では、今この辺りは、下塗りがしてあるだけなので、まだ中途半端です。具体的に、葉っぱを表現していきます。これですね。とはいえ、この辺りは、光が眩しくブワッと奥の方からこちらへ差し込んでいる場所なので、もっと眩しさを表現するために、そんなにカチカチとは表現させませんので、若干ぼかしていきたいということで、霧吹きをしています。はっきりなりすぎないように、ちょっと力を弱めていきます。奥の建物を表現していくんですけども、左の写真を見ていただくと、ものすごく薄いんですね。すごく眩しい光の中にありますから。で、最初はこのふうに普通に塗るんですけども、またこのようにティッシュで軽くポンポンとやって薄くしていきます。窓も、こんな感じで表現しておいて、軽くポンポンと、で、薄くします。ここから枝を入れていきます。枝も、とにかく薄く、眩しい光の中にいるように表現します。ではこの部分、後ろの樹木が暗い、その前にガツンと明るい、葉っぱがあると。
ここがすごくコントラストがきついですよね。なので、やっぱそのように表現しないといけない。こちらもそうですね。で、この明るいとこをいくら表現しても、無駄ですよね。これ以上明るくはならないので。なので、この暗い方を暗く塗って明るいところを浮き彫りにするという感じでやってみます。前にある葉っぱをよく見て、で、後ろの葉っぱをこういうふうに塗っていく。このまま放っとくともうおかしなもんですから、この濃度をこちらへこう引っ張り出してこないといけない。ちょっと人物は避けます。で、こちらも同じくですね。こんな感じで。で、この色をこちらまで持ってきて、持ってくるんだけど、上の方は濃くなりませんから、下の方に影が集中しますから、あまり上には持っていかずに、上になるほどこんな風な点描に変えていって、はい。このままでもまだ不自然なので、この辺にぼかしを入れていきます。で、こういう輪郭部分のエッジも、これだと硬すぎる。ところどころはバチッと光って眩しいところがありますから、そういうところはちょっとぼかしておく必要があります。ましてや、この風景の中ではまだ円形の方ですから、かっちりしたエッジはあまり見せると良くないということですので、ぼかしていきます。東絵のようなものがあるんですね。それを抜いておいた方がいいですね。はい、これですっと乾かします。そろそろ日陰の濃い色調を盛り込んでいきます。川との境目の部分とかはかなり濃い影がありますので、結構濃い色を入れていきます。ここは石垣みたいになってるんですね。不思議な、なんか構造ですね。石垣があって、その上に柱があるみたいな。これもこういうふうに、石のような感じで、こんなふうに入れていきます。ベージュのような石もあるし、これエアコンなんですけどね。エアコンをちゃんと表現するかどうか。室外機ですね。まあ、ちょっとだけやっておきましょうか。なんかこんな感じね。次にこちらですけど、これ、こう光を遮るために、こう、麦わらで作ってあるような、すだれかな。すだれですね。
はい、この平筆でちょっとばらけ気味にして先端をして、こういうふうに横に筋が入るような、これでいってみましょう。これ透視図法でね、こちらにこういって、この辺に消失点がありますからね、そちらを向かっていかないといけない。でも、もうざっと少しぐらいの間違いはいいやって感じで、ざっとやった方がかっこいいですからね。はい、こんな感じでいいんじゃないですかね。で、こちら、戸袋はこう、縦に板が入ってますね。こんなふうにザクッと引きます。こちらの板も同じようにやっておきましょうかね。ここはなんかすだれのような感じ、こうですね。あと立てて、同じ要領でこの黒いトタンのような感じなんですよね。ここも同じような要領でやっておきましょう。ちょっとこういい加減な雰囲気を出していく。はい、では、これらの建物もですね、ちょっと細部を際立ててみたいと思います。ちょっとこっちに立ちます。これでやってみましょう。ここは光が巻き込んでいますから、絶対濃く描いてはいけない部分ですね。このラインがちょっとおかしいですね。ここはリフティングで、上のこの板の部分を、作っていきます。ちょっとこちらの板に赤みが足りないことを気がつきました。ではこの窓の部分を表現しましょう。遠くの樹木が映り込んでいるんですね。まあ、こんな感じで映り込んでいると。そしてこの辺がズバッと。で、そんな中にも濃淡があると。こちらも同じくですね。窓の3を表現しています。で、これは石垣の部分の石と石の隙間の影を軽く入れています。はい、こちらは最初に白く光っている部分にマスキングをしてあって、で、そしてその上に今この緑を入れています。それらが乾いたらもう一回この上にマスキングを重ねておきます。複雑にたくさん葉っぱがあるように、見せるんですね。そのマスキングも乾いたらもう一回上に緑をのせます。乾かします。で、徐々に徐々に濃いものも入れていくと。
で、最後にマスキングを一気に剥がすと、たくさんの葉っぱが生えているように見せることができます。では水の流れを表現していきます。このキラキラ光っているところをちょっと具体的に筆の穂先を細くして尖らせて、そしてこう揺らしながら描いていきます。筆の動きは水平になるように、水平のストロークで小刻みに動かしていきます。はい、とりあえずこんな感じでこちらもざっと塗っていきます。ここでこの接続部分に変なエッジが出ないようにも急いで作っていきます。とりあえず全部やるのも大変なので、ちょっととりあえずこの辺で止めておきます。なのでこの辺ちょっとエッジをぼかしておきます。急いでやります。変なこう筆ムラやエッジができないようにやっていかないといけないです。はい、ちょっとできそうですね、筆ムラが。違う色も入れていきます。とりあえずこの辺にバイオレットを入れていきましょう。またちょっと青を強くしたりするところがあったりして、いろいろと色が混じり合うように、下になるほど濃くなるようにします。この辺も超濃い感じになるように、すごく濃い色を作ってのせていきます。ちょっと描きにくくなってきたので、画面を横にして描いています。遠くになってきますのでね、ぼかしていきます。調子も少し弱くしてしていきます。遠くの方はところどころぼけるように綿棒で少しぼけた調子をところどころ入れます。この辺りもちょっと入れましょう。乾かします。そして上のものが少し下に映るように、上の色をこのようにちょっと流します。根元の方は影がありますから、その濃い影が映っている感じで少しこのように下に流して、縦ストロークで流します。ちょっときつくなりすぎましたから、
同じく縦ストロークでぼかすと。ではこちらの家をやってみましょう。石垣なんですけども、きちっと石を一個一個表現するというのではないですね。曖昧にします。あまりここをきちっと見せる意味がちょっとないというか、見る人の感覚は真ん中の方に向かっていますから、ここはあまりきっちりやりすぎると良くないと。でも近景なので、まあ、割と色調は濃くしたり、エッジを強めるところは強めないといけないですけど、こんな感じでちょっとぼかしを入れたりもしてします。ここは上から塩を撒いています。絵の具が濡れている時に塩を撒くと苔のようなフィーリングになります。窓の桟とかも前にきちっと表現しない方がいいですね。ここで全てのマスキングを剥がしていきます。光る葉っぱが現れてきました。はい、マスキングを全部剥がすとこんな感じになります。で、全てがカチカチしていますから、それでは良くないので、ぼかすとこはぼかします。こうグッと張り出しているこういう先端はカチカチしていますが、ぐーっとこちらの中の方は影の方に入っていきますから、影の方に入っているのにカチッとしているのもまたおかしいので、そういったとこをこうぼかしていきます。綿棒を湿らせてこうぼかします。こんな弱い感じにします。同じようにそういうところを上の方にもありますから、そういうところを見つけて硬くておかしいなと思うところはこのようにぼかしていきます。はい、これで落ち着いてきました。では白いところに色を入れていきます。明るいグリーンとかなどを入れるんですけども、もちろん白は白のままで残しておくところもあります。それらは白くピカッと光っている葉っぱということですね。ちらちらと赤も入れたりします。石と石の隙間に濃い影を入れていきます。歩道をもう一度上塗りします。真ん中の街灯部分は作っておきました。で、今から人物ですが、まず影から塗っていきます。街灯の影も路面に映します。人物の影もこれらの影の角度は違いますが、太陽がどこにあるかを確認して、太陽を取るという一点から放射される光を感じ取って、このように放射状で影は伸びてきます。で、影が濡れたら
今度は帽子や服などの固有色を入れていきます。固有色が塗れましたら、今度はガッシュホワイトで人物の頭の上や肩の上にこのように光を入れると、眩しい逆光の感じがよく出てきます。ということでこんな感じで完成しました。後で、路面に少し落ち葉を落としたりしました。そして全体に秋の空気感をもう少し感じさせるために少し赤い色を上乗せしました。では部分的に拡大していきますので、どうぞじっくりとご覧ください。はい、最後までご覧いただきましてどうもありがとうございます。この水彩画制作過程動画の全シリーズを一目でご覧いただけるサイトを作りましたので、この画面下の解説欄にあります URL をクリックしてみてください。第1回目から今回までのすべての動画が一目でわかるようにしてありますので、見たい動画を速攻でご覧いただけますので、どうぞご覧ください。また無料で学べる水彩画8日間集中講座というのもやっております。これも画面下の URL からどうぞご覧になってみてください。そして、チャンネル登録の方もよろしかったらぜひお願いいたします。